はい、ここはエンプレンスアンコール、私が泊まってるホテルです。四つ星です。まあ、結構いいと思います。今からプールに行こうと思います。ここにプールがありますが誰も泳いでません。まあ、はっきり言ってこのアンコールワットのきつさを考えるととてもプールで泳ごうという気にはならないと思います。なかなか良さげな感じですね。どれぐらいの水なんでしょうか。お、生ぬるいですね。見ての通り水深が2メーターあります。結構本格的に泳げるんじゃないですかね。子どもの遊びじゃないいいプールです。ここに、こんな感じで、カフェテリアみたいなのがあります。まあ、こういうとこで食事をするのもいいんじゃないんでしょうか。デイリーライトセットランチ、ここでランチも取れるんでしょうかね。なってます。まあ実際、やっぱりアンコールワットの観光はもうハードですから、もう私も泳ごうかどうしようか。まあ実際水着がないんですけども、ただ1週間ぐらいあったら泳ぎたいですね。このプールは、いいですね。こんなとこでぐっと休めればですね。ただもったいないですね、これだけのいいプールがあるっていうのに誰もいないのは。ジャグジーがあるってなってたんですけども、ここなんでしょうか。まあ、誰もいないんでジャグジーはありませんね。ここからがそのホテルの写真なんかにも載ってたところじゃないでしょうか。次来た時は泳ぎましょう。